レディーファイト。アイムヤングひとし、若い頃の松本人志になりたい。まあ入りはこんな感じでよろしくどうぞ。俺は非合法に関しちゃ素人だけど、俺は俺の理想像、頭ん中シラフで吐いたからリゾート、調子どうよ兄弟とか言う。よ、俺がヤングマーシー、タシとマサシの若い頃になりたい。ワンダーマーシー、こいつより俺のラップの方がマーダーマーシー、ビッチもマスマーシー、そう最高にお前の嫁もたらいまわーし。よ、ドゥダッシーアッシー、名古屋は俺だろ、裏東海帝王ひろせん。そうだよ、ムカデは過ぎた街だって、雨上がりの晴れた街、舐めたガキも今では成り上がり、まずレクチャースキルの盾社会。はい、ってことはお前は雨上がり、闇営業には気をつけろって話。こいつが連れてく青の洞窟、東海幕丸祭魔物の巣窟、間違いねえ。レディーファイト。こんなにイケてるビート無駄遣いするわけにはいかねえけど、生のミリちゃん思ったより可愛くて、今目合わせてじゃんけんできなかったけど、バトルは俺がしっかり取ってくから、なんかもう当てにピチピチ好きに、どっかのパリピのヤンキーみたいな見た目してますね。なんて聞こえねえよ最後の方、ラッパーだったらしっかり最後まで言葉言えよバカじゃねえの。つまねえな、ここちょこちょこ動き合って決めんだよバカが。目合わせらんねえ童貞かよお前、ダセーな。しっかりラップで見せてこいバカが、ミリにもしっかりここに来いアホが。さっき DJ タイムでさ、なんか変な踊りやっちゃうんだよ、マジで迷惑なんだよ。俺はずっと聞いてたぜ、自分の心の中でずっと心で踊らせてた。そしてこのラップお客さんに聞かせる、yeah. そしてお客さんを全員踊らせるんだよ。はっきり言っておく、イベントっていうのはラッパーの権限、ラッパーだからこそ踊ってんだぜ、分かってない UMC 言ってやるぜ、 DJ タイム踊ってなんぼだぜ。観客に調子はどうとかクソみてえなインで上がってんじゃねえ、この現場俺は本物だと信じてるからな、熱いバトルが聞きてえだろ、今日一熱い男の登場だ、聞いてみりゃわかるだろ、耳じゃなく心が震えんだよ。板に使わない名古屋のチャンプ、笑わせるサイズ違いの王冠、首吊り込んで首輪にしかならない狛犬、お前が長野引けないのと一緒、俺名古屋ここは譲れない、金原や MC 名乗れる時代、誰でもやれること誰よりもかっこよくやるんだよ。1999年に生まれたのお前、ノストラダムスの予言で死んどけばよかったんだって。星はおめえはこんなに地球のエネルギー食わんでよかったんだって、おめえみたいな、おめえは今まで抱いた女の誰よりもでかい乳しとるかよ、おめえ金玉はおめえどうだ、おめえ埋もれて10年は出とらんだろ。イエー、金玉の大きさばっか、さっきからあんた何言ってんのばっか、ただのまだバカ、マジふざけんのバカイエー、マジでバイスキル持ってる上に俺めちゃかっこよくない、かこんなやつよ、目が見えない、サングラスしてないと目も見れない、はい。お前いいやん名前、ディックってめっちゃ評価するわ、ただカバンは置いてこい、絶対カバン置いてきた方がいいって。まあ、お母さんにお前貴重品はちょ取っとかんといかんからっていう言いつけ守りすぎ、置いてこい置いてこいってバカ、お母さんはもういねえ、俺のお母さん地元で小学校の教員やってるぜ、俺は個人で生活食べてる、いやいや置いてこい、置かない、置かないより俺置かしたい方みたいな感じよ、俺の大砲がどうお前にボーン、俺のこの道まではたった一本道の迷路だったよ、たった一本道の迷路は迷路じゃない。はっきり言っとく、タイマーなしで俺はこのラップができてる、俺が飛んだらどうなるかな、お前ら想像してみ、俺は薬をやらねえ、だがお前らを飛ばす薬はなれるぜ、そういうこと、俺は全員を飛ばす、ついでにあんたも飛ばしてやる、俺を何円であんたは買ってくれるかな。いや無駄なおせっかい、お前に言われる前にぶっ飛んでマジ、はい、お前じゃいらない、何が薬知らないくせに、よ買ったことある、どうせママのお小遣いで買うウィード、クソネタだろ、今日はヤバいの持ってるぞ、おい持ってるぞ、これも揺れて常に大人の借り、楽しみたいけど
ハートもかけたで全てをかけたが握ったゴッパチに全てをかけた。ああ上まで俺も行くぜ。バックボーンは暗い過去もあったけど香ったフェイバーあの日をリメンバー。あの頃のザコキャラが今じゃプレイヤー。ああああお前の過去をリメンバー。今となっては俺もさチャレンジャー。ザケンナサレンダーそんなのはダウト。俺自身もみんな見つめてペイしろ。アッセまたもフェブリー楽しみだし、まあ適当に乗り込みながら風呂からも始まるからテクニカルなセンス Fuck it ミステリー俺のスタイル。違うんだよね言葉ってやつを選ぶやつはこの音にしっかりと乗るんだよね。ピースピーキーの生かしたピート脳内麻薬溺れたイカれたピエロ。あは俺はさらに乗れゲーじゃねえ達者なものには踊らねえたまにはあの名にさらに乗れ俺は男子へ千鳥足でまたミケレコのワルツでハービッチ。千鳥足一人立ちしてるけどやっぱり一人ぼっち友達がいないんだね。音に乗ってるしお腹はお肉に乗ってるし油が乗ってる虫俺のことさ飛ぶ MC こうやってちゃんと消す MC ケツカチンデスマッチこいつとボッコボコ即興で速攻で倒す、yeah. イエー速攻道具が回ってくるぜ、yeah. この時代じゃボイス、okay. お前は三本渡るサンズの川。楽しいか楽しくねえかでラップはやってねえサンズの川多々あるチャンスの中俺は化けの皮剥いでいつでも戦うラッパー。いえ前傾姿勢でお前のことを全面否定してやるぜ。よ客がラップ求めてねえのはお前はアイドルやってりゃいいさ。畑が違うの俺ラッパーアイドルみたいならそっち行きな。これリアルなヒップホップ悪口言われたら女泣いちゃうもんな。手首切って帰りゃいいぜまた死んだ頃に線香立てに行くぜ。お前の顔なんか忘れてるわバーカ。はいはい私がアイドルラッパーうるせえ台本なくちゃラップできないカスガお前なんかそんなもんアイドルだから何っつう話別にそんなの関係ねえし声だったら何でもかけるって話。なんで言う必要があるかわからないけども俺ならば東海の刺客ホットペッパー存在を示すそれだけよはじめましての相手よ歳はいくらか離れてるかもしれないけど俺がかましてくだけだぜ。 MC ネームを言ったのかなんて言ったんだわからない。俺に聞こえた君のはコマーシャルしか聞こえなかった。ホットペッパーちゃんと自分のこれが名前って言った後でつなげてくれないと東海四角ホットペッパーじゃ何にもわからない。行くよ大阪梅田の街俺もこの場交差点自分で取りに行かなきゃってスケボー乗ってたら意味なくね。俺は地面を蹴るよ靴の裏余計な目は蹴っ飛ばす俺は上がるステップ誰が MC が一段上高いいるとこに考えない。気持ちはわかるけどもお前のステージスキルだけじゃ一歩一歩ピンポイントでお前の心の奥底バッチリ射抜いてやる認めるお前は確かにいい MC だけども何かが足りてない固まってるコテコテの固定概念一言言ってやるわ個性がないね。終了。そういえばさっきのバースでなんかおごってくれるって言ってたよね。焼肉俺1万円以上食うけど大丈夫1万円ようなってるビートマシかいね今日一番の盛り上がりだぜこういうこと分かってるぜ俺のスキルやばすぎてもう全然お前名古屋の裏路地ってお前みたいのが言うやつから名古屋が舐められることになんのも分かんねえのかよ。俺は神奈川の黒人ぶっ飛ばすぜこれがやり方分かってねえじゃん。レペゼンって言うのは口にしちゃいけない言葉もあんだお前みたいなのが言うやつだったら名古屋も大したことねえじゃん。何言ってるレペゼンして何が悪い仕事をあげるためが何が悪いお前が言ってる俺が裏の地にいて何が悪いはっきり言うとかお前が言うけど黒人をぶん殴ってお前何なんだマイクを握ってこそラッパーだ拳が大事って言ってるやつがメリケンつけて何調子乗ってんだそういうことなのラッパーならビートの上か誰やそういうこと名古屋ヒップホップ俺が上げる天パキこの街俺は上げる夜深いもの次に俺が上に出る終了です。チョコレートチョコレートチョコレートはハセシーチョコレートチョコレートハセシーハセシーバッチシーイエーもっと遊びたいスグラム数何十グラム胸が膨らむ期待と不安プランは PPP 裏東海ビンテージ幸せなら草押すを幸せなら草押すを幸せなら態度で示そうよほらみんなで草すをイエーそういうのちょっとやべえぞお前より俺の方が
黒びかり、稲びかり、びかりがり、後で電話してこいよ。上を向いて歩こう、コカインがこぼれないように思い出す先週末、溶かしすぎてた夜、うん、間に合わなかった、そこにマリファナなかった、うわつけ、間に合わなかった、uh-huh. そこにマリファナなかった、hey、お客さんまだ見れるっていうのでこの時間はお付き合いくださいね、お願いしますよ。はい、本来なら4分20秒かかるからね。参りましょう。先行ボンズ高校ベース16小節2本です。レディファイト。